今日の先発は雨の中ガンケルが上がりました。1回2アウトランナー2塁でまた佐藤輝明、はい、これもカットボールですけどね、速い球足でライトフェンス到達、タイムリーツーベースヒット、先制点はタイガース。一方タイガース先発はベテランの秋山、先頭中田がうまく打ちます。センターが1人出塁しました。これなんとか同点にはしたかったんですけどね、ただその後二塁中のチャンスで国が、これもね、もう反対方向に行って引っ張って反対方向に行ってますので、553ダブルプレーで無得点。ガンケルの2回がちょっと捕まりました。2回ですね、ワンアウトの3塁2塁で高山が関係なくほとんどヒットですね、を突き放した高山選手の2点タイムリー。さらにこの後つながって小野寺、これも甘いですよね、変化球コンパクトに運んで1点追加、それで4対0。さらに佐藤輝明、もうこれとどめですよね、もうちょっと崩されたんですが、これがライトフェンスまでスリーランホームラン、7対0としました。2回でガンケルは2回、3回の秋山のピッチングです、はい、もうその後はね、まあ、こういう投手もありますけど、やっぱりストライクゾーンの中で勝負できるというかね、はい、このまっすぐを速く感じさせるというのは、そうですね、140いってないですよね、はい、3者凡退のピッチングです。まあ本人もよく分かってますよね、打ち取るっていうのはね、3回から投げてきた松本春ルーキーが4回の2イニング目、はい、まあ、ここは3者凡退でしたね。ストレートは良かったですよ、あとはやっぱり変化球のね、やっぱ精密度というか、それを探さないとちょっと苦しいですよね。佐藤輝明も抑えました。そして6回はホークス4人目中村亮太が上がっています、うん、よかったんじゃないですか、低めにこう投げるとね、そこから落とす変化球、そうですね、マテラ、野口、さらに遠藤、この入れ合ったね、三者凡退の素晴らしいピッチング。そして中田がいいバッティングをしていました、はい、これもね、躊躇なくも一気に3塁まで来ましたね、足も見せて3ベース、はい、6回先頭でノーアウト3塁、そしてガルビス強く叩いて、これファーストゴールですが、この回3塁がホームイン返します、うん、そのぐらいから少し捉えられては来てましたけど ね、でその直後のこのリチャード、はい、もう言うことないですね、第11号のホームランです。7回に何とか秋山から点を取りました。そしてオークス田山が7回上がります。まだなんかこう一つね、これも完璧に打たれてますね。振動のボール、ライトベース直撃のスリーベース。さらに田山、ちょっと外寄りの球ですが、これをうまく三塁ランナーを返すタイムリーヒットを打たれます。まあリーグの中ではちょっとこう心配な一人だったですね。で8回2アウト3塁2塁とチャンスを作ったホークス、渡辺からチャンスを作って、同じく元ホークスの三保が上がって、ここはただ増田修はサードゴロに打ち取られます。8対2のままホークス、9回は泉がマウンドに上がりました、まあ、佐藤輝明が真空ヒットが出ればサイクルヒットという場面もあったんですが、はい、引っ張りかかってるっていうかね、ここは打ち上げてネットへのファウルがもったいないような打席だった。